松山市安城寺地区の秋祭り行事川狩りの体験授業が22日松山市安城寺町の球磨川沿いの専用プールで行われ、地元の久枝小学校の4年生113人が地域の伝統行事について学びました。川狩りは神社の石段の下で動かなくなった神輿を川で洗い清めると動くようになったという伝承が由来です。1967年頃まで球磨川で行われていましたが、川の汚染で中断し、2000年に専用プールが整備されて復活しました。授業は2004年度から実施しており、児童は地元の保存会、暗唱会の協力でペットボトルや竹、ビニールテープで神輿を作り、伊勢節の練習に取り組んできました。22日は4つのクラスが順番に手作りの神輿を持ち上げ、水深30センチほどのプールを一周しました。神輿を担ぎ上げた児童に、見守った児童らが力いっぱい水をかけ、肌寒さを感じる曇り空の下、元気いっぱい楽しんでいました。伊勢節、そして温度で、水をかける姿 のもうにこやかな笑顔でかけられているっていうところがすごく印象強く感じてます。